なんですかそれは。怪獣ではなくタカですよ。タカってなんて鳴くのでしょうか。タカタカー。タカタカー。どうやらこれもダメそうですね。ひぃ、ひえー。なんですかいきなり。なんと神々しい。あの方は確か。ああ、あれは。副業で占い師をやってる長屋のばあさんだ。そのもの、白き衣をまといて旗の野に降り立つべし。古き言い伝えは誠であった。そんな言い伝えがありましたっけ？初めて聞きました。旗は幸運の使者ぞ。みんな、拝むのぜ。ありがてえ。わりゃー。ありがてえ。ありがてえ。怖いです。拝まないでください。むむむむむ。確かに鳩といえば平和や幸運の象徴。その鳩がもみじにこれだけまとわりつくというのは、スピリチュアルな方向でも検証が必要かもしれませんねー。ダメ元で言ってみますか。と、いうことなのです、霊夢さん。鳩ねー。そういえば、この神社では鳩を見かけたことがない気がします。ドバトやドウバトと呼ばれる鳩は、もともと神社やお寺のお堂に住んでいたのがその名の言われとも聞きますが、なぜか寄りつかないのよ。人里の占い師はもみじを幸運の使者だと言っていましたが、原因不明でこんな状態なのです。ずっとついてこられて困っています。いろんな撃退グッズを試してみたのですがうまくいきません。霊夢さん、何かわかりますか？逆転の発想が必要ね。逆転の発想。そうよ。追い払うことばかり考えていてはダメよ。この状況をどう利用するかを考えなくちゃ。利用ですか。なんとなくあなたが言いたいことはわかりますが、先ほどから鳩たちが怯えています。もみじ、あなたしばらく神社で寝泊まりしなさい。え？そうすれば少しずつ鳩の数は減るわよ。見つけたわ。ここにいたの。エイリンさん。見つけたって、私たちを探していたのですか？そうよ。いえ、正確には鳩を探してたのよ。鳩を？人里で尋ねたら、あなたたちが鳩を引き連れてこっちへ向かったと言われたの。何のために鳩を探しているのですか？研究のためよ。何か隠してますね。別に隠してなんかいないわよ。今朝から鳩に追いかけられて困っています。怖がらなくていいわ。凶暴化するわけじゃないから。つまりあなたの仕業なのですねこれは。仕業だなんて失礼ね。私は人里から鳩の駆除を頼まれただけよ。鳩の駆除？そうよ。増えすぎて困ってるそうなの。でも駆除といっても毒を撒くわけにはいかないし、眠らせてから回収するのも手間がかかるわ。それで、最初に見た犬についていくようになる薬を作って鳩に飲ませてみたんだけど、どうやら成功したようね。最初に見た犬って、私は犬ではありません。狼です。確かにこの方法なら、鳩を傷つけずに人里から遠ざけることができますが、悪いけどあなた、このままできるだけ人里から離れたところまで、鳩たちを連れて行ってもらえるかしら。ハーメルンの笛吹き男のようですねー。それで、その後どうするのですか？連れて行くのはいいですが、もみじが戻れば鳩もついてきてしまいますよ。なんとかしてください。ずっとついてこられて困っています。薬が切れればついてこなくなるわよ。どれくらいで効き目は切れるのですか？2、3日かしら。2、3日。それまで私は遠いところで、鳩と一緒に過ごさなければならないのですか？そこが盲点だったの。盲点。つまり、対策は考えていないということですね。何よその目は。これは失敗じゃないわ。効き目は確かよ。だったら私が解決してあげるわ。霊夢さん。ねえその薬、また作れるの？もちろん作れるわよ。だったらその薬をいただけるかしら。え？何考えてるんですか霊夢さん。それを鳩に飲ませるだけで。毎日食べ放題じゃなーい。鳩を探してくれた皆さん、本当にありがとうございました。コメントくださった、鳩捜索隊の皆さんをご紹介します。